とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、クエストここ、出てます。行ってみたいと思います。レッドストーン鉱山のデイリーで、アーティファクトが報酬となってます。ここがね、二ついいのがあるんですよ。花火、そしてハーベスター。昔ハーベスターは、もう外れ枠だったんだけどね。今、あと1個欲しいんですよ。今が、苦痛の矢筒を2つ装備してる状態なんだけども、これね、ハーベスター2つに苦痛の矢筒1個が正解のような気がするんだよね。うん。まあ、デイリー2だから255が最高なんですけども、まあ、とりあえず、ハーベスター、もしくは花火、出てきてくれたら、ラッキーです。行ってみましょう。それでは、行きますね。羽なしなんだけども、まあ、一応、ダイナモがついてます。武器に。なので、時間があったら、コロコロ回って、ダイナモを貯めながら行きましょう。じゃあ、まずは、ソウルを貯めないとね。まずは、ソウルを貯めましょう。なかなか、来ないぞ。危ねえ。危ねえ。行け。一回貯まれば、もうそれで。あとはこと足りる感じですね。あぶれやべ。やばいやばい。よし、オッケーオッケー。硬えな。なんか硬いぞ。よし。もう一回ね、一発溜まれば、もう普通のやつでバーっていって、オッケーなのよ。一回溜めるまでが若干ね、きついんで、そこをなんとかしたいところ。まあ、なんとかは無理か。なんとかするのは無理だ。よし。OK。でもやっぱりね、これは、うん、ハーベスター2つの方が絶対正解だよ。じゃあ、ハーベスター2つあれば、まあ敵も寄ってこれないし、火力も出るしで、全然倒していけるはず。あぶねえ！あぶねえ！ちょっと待って。まだ全然戦い方に慣れてない。戦いに慣れてないな。やべえ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 。いや、ああ、全然。クリーパーがきつい。いや、ああ、そうか。やっぱ、こういう HP 高いやつ倒すときは、結構注意が必要。ちょっと待って、お前鬱陶しいぞ。こっちにもいる。ナイス。よし、オッケー。やば。ちょっと待って。なになに？やたら痛かった。ああ、あいつか。あいつね。ちょっと待って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 。なんとかしたい。なんとかしたいよ。あいつを。でもちょっと待て。よし、オッケー、あと一発。周りが鬱陶しい。うん。スライム早いのよね。動きがあいつ。アホみたいに早いからね。ちょっと待って、まず取らして。オッケー。なになになに？あ、プレイヤー HP 40% 減少しちゃった。これやばいな。やーべえな。まあいいか。とりあえず行きましょう。キャプテン全部倒します。ここ HP1 っていうのがきついんだよな。HP が普通だったらね、全然もうちょっと攻めた動きができるんだけども。HP1 だったらちょっと怖いんだ。この防具の弱点が耐久力が全然ないっていうところ。でも251だし軽減ないしね。耐久力ないんだわな、まあ、敵の HP がまだ増えてないし、脅威もね、取ってないので。まあ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 、いけるにはいけるんだけども、怖い！一気にもらうとね、死にそうで。怖いのよ。よし。だからちょっと、弱腰な動きになってしまう。しゃ。オッケー。お、お、お、いた。キャプテン発見。できれば、そのまま、クリアしたい気もするけども、まあ、一応取りましょう。なるほどね。嫌な場所にいるな。やべ。
やばい、やばいほどダメージがある。しゃ、硬いな。倒しました。なんだ、ん、あー、略奪者に変わるやつですね。はい、ちょっと待って、敵がやたら速くねえか、動きが。素早さ上がってないんだけどね、素早さは上がってないんだけども、やたら敵が速い。どうした、え、素早さ上がってないよね。なんか素早さがね 60% ぐらい上がってるような動きをしてくるんだよね、こいつら。危な。いや、でもまあ、あとはね、もうほんと、ちょっとクリアするだけなんで、早いって、でもほんとね、この衝撃、最高だね、衝撃は。これがあるからこそ、ここはいけるようなもんですよ。よし、オッケー、もうちょい。やば、危ね。多いね。多いな。ちょっと待て、死にたくはない。いやー、やっぱりハーベスター2だよ。ハーベスターは2、うん、2つあればそんなに苦労しないと思うんだよね。やべやべやべ。でも、うーん、この普通のやつ2つっていうのも結構いいんだよ。あー、モロックだった。まあまあいいや。よっしゃ、あとは安全に行きましょう。うん、いやいや、まあ安全に言ってたんだけどね、敵の動きが早すぎてさ、危ない。ああ、これだ。はい、再挑戦してきてます。次こそはいくで、脅威が今1なのよね。もうちょっと、いてくれないかな。どうでしょうか。もう少しいればね、嬉しいけども。いや、まあまあまあ、取らなくてもいいんだよね。取らなくても全然いいんだけども、できればあと1体ぐらいはちょっとね、面白みを増やすために欲しいかな。でもなんかいない気もする。うん、基本的にあんまりいる場所ではないからね。いないか、どうだろう。もうなんか、ああ、ボスだわな。うん、 OK。ではボスに行きましょう。ちょっとダイナも貯めてないな。ダイナも貯めてないからめんどくせえな。ダイナもちょっと貯めますね。うん、ダイナも貯めてから行くと全然違うんで。10ちょっとか、貯まるのは。うん、10ちょっとだな。仕方ない。これから動くとちょっと、いやー、全然ダメージないね。全然ダメージないんだ。オッケーオッケーオッケー。いやいや、硬えな。そんな硬かった？ドラとか使っていかないとやっぱりそんなに倒せないんだね。うん、いや、ドラの素晴らしさがなんか分かった気がする。よし、では、クリアしちゃいましょう。はいはいはい。あとはね、そこに行くだけなんで、楽勝でしょう。じゃあ、では、頼む！花火かハーベスター！それでは見てみましょう！どうだ！ひどい！まさかの外れ。はい、ということで、戻ってきました。まさか。いやいや、これ半分の確率で当たりだったんだけどね。まさか壊れたビーコンとはね。はい、ということで、今日のアーティファクトは外れでした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。